ようございます。おはようございます。はい、今日は海賊ですね。そうですね、もう2022年もいろいろ海賊的なことがあったから荒波がありましたよね。経済は。そうですね、はい、まあいろいろ今年もありましたという多分1年間の締めくくりの回だと思いますが、はい、今日が最後、今年最後の経済教室を、今日最後、今年最後ですね、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。昨日、まあ、農会、大農会は明日なんだけど、株価としては昨日時点で 26,340円、うん、まあ、2万7000円前後をずっと行き来してましたねって感じですね、うん、円ドルはですね133円91銭、うん、134円ぐらいだから、まあ、若干やっぱり円安傾向が引っ張ってるかなって感じはしますけども、また一旦、まあ、これが戻ってるってことですか、うん、はい、また一旦戻ってる。あ、もう一回ごめん、若干、うん、若干円安にぶれてますよね。なるほど。まあ、ただやっぱり今後年明けね、日本銀行がどういう方向性で動いていくのか、特に総裁の任期が3月で切れて、うん、まあ、4月から新しい総裁が決まってどういう方向でいくのかなっていうところが、まあ、今市場もいろいろ模索してて、ただこの前、先週ですね、長期金利が上がりましたんで、うん、昨日のニュースあたりでは、住宅ローンの金利がやっぱり上がり始めますよねと。特に固定金利っていうのがね、長期金利に連動してるんで、やっぱ住宅ローンの金利もすぐに影響が出てきてるような書きぶりになってますよね。なるほど。もう住宅ローンは上がり始めたってことですね。そうですね、もう上がり始めます。もう間違いなく固定金利は長期金利に連動してるんで上がるというのは、まあこれはもう自動的にそうなるのでね、うんうん、そういう傾向が出てきて、うん、年明けどうなるかなっていうのが、まあ、これからの話だと思うんですけど、まあ、今年振り返ってみるとやっぱりもうコロナのね、その対応でみんなバタバタして、特に飲食店はコロナがどうだで、うん、もうコロナで始まってコロナで終わるみたいな感じになってますよね、うん、今は落ち着いた、それとももう第8波っていうのも聞いたりしますけど、うん、やっぱり第8波でね、鹿児島もやっぱり人数がどーんと増えて全国的にも増えてますけど、一方でね、今日の、記事でこういう、ね、コロナの対策の見直しが始まりましたと、まあ、インフル並みに落としてもいいんじゃないですか、うん、5類へ、落としてもいいんじゃないですかねっていう話がやっとこういう形で具体的に議論が始まったという状況ではあるけど、うん、一方でまだマスコミがね、死亡者数が増えてるし大丈夫なのって言ってはいるんですけど、まあ、ワクチンとか薬とか対応がもうほぼ整ってきてるんで、まあ、こういう形での議論は経済的には必要なのかなと思いますよね。なるほど。というところで言うと、今年は円安が急激に進んだので、インバウンドを取っていこうとこういうのも大きなテーマだったと思うんですけど、ゼロコロナを中国が解禁すると、はい、そうですね、うん、そこも、いやちょっと今はやめてみたいな、受け入れたくないっていうニュースも見たりしますけどね。まあ、日本はね、ちょっと中国からの流入、水際対策強化するって言ってるか、まあ、そうなりますよね、うん、ちょっと中国が極端すぎて、まあ、あんまりそのいい政策なのかなと思いつつも、かなり極端すぎましたんでね、うん、それは国民の不満も出ますから、まあ、理解はできますけども、うん、まあ、あんまりこう政策が急激に変わるんで、ちょっと戸惑いますよね。東京、大阪、名古屋だけ受け入れるみたいなニュースでしたよ。まあ、ああ、なるほど。そこがどうなるのかな。僕も気にしてて、まあ、中国の方がね、ドドッと入ってきて、まあ、感染者数が増える可能性もあるのかもしれないけど、でもね、そこは、
どうすんだろうなってのありますけどね。まあ、でも、徐々に世界的にはね、緩和の方向で向かってるわけですから、まあ、そこら辺はね、受け入れていくしかないのかなと思いますけどね。うん、なるほど。はい。そして、2020年を見て、2023年の話まで。そうですね。まあ、今年がそういう、ちょっとあまり、まあ、これからの、その23年以降のね、展開を考えるとやっぱり22年がちょっとかなりきつかったんで、23年以降はねやっぱりこう政策的にも転換して経済中心のね政策を回していただいて、でとにかくコロナに関してはやっぱ沈静化、一般の風邪と同じですよっていう形に戻していきながら、でもやっぱりね気持ち的にはなかなかね、そのすぐに国民がわーっと一気に外に出て一気に、お金を落として食べたり飲んだり買い物したりっていうのが進むかっていうと、なかなかそうはいかないだろうなと思っとかないといけないと思うんで、まあ徐々に徐々にだと思うんですけどもね、うん、でも完全に戻るのかなっていうのも一方でありますよね、23年以降ね、うん、やっぱり出張もオンラインでできるじゃんってなったら出張料金の削減も含めてオンラインでやれるとこはやってよと、うん、でもどうしても会わないといけないんだったら、ああまあ行ってもいいけどねっていうスタンスにもなるでしょうし、特に天文館のね昼夕方のお食事はみんなおいしいもの食べたいし、お友達と飲み会やりたいから出てくるけど、じゃあ二次会三次会需要がね元に戻るのかなっていう部分も心配ですよね。まああんまりそういうこう接待が伴うようなね お店に行かなくてもなんかいいじゃんっていう癖がついちゃってるんでね、うん、そういうところがまあ人間の心理としてすぐに戻るかっていうところもあるし、だからこそ逆に経営してる人たちは何かこう工夫をするなり何か考えていかないといけないのかなとは思いますよね、うん、まあ需要供給で言ったらそういったお店の供給は多すぎたっていう結論になりそうですけどね。例えばキャバクラだとか、うん、今ある数からはちょっと淘汰がされていったりするんじゃないですか、うん、もう噂によるとね、数ははっきり把握してないですけど、やっぱり天文館のお店ってここ1年でだいぶ減ったらしいんですよね、うんうん、だからそういうとこが減って、でもね一方でね増やしてる店もあるんですよ、うん、お店が1店舗2店舗3店舗ってこのコロナの時期に増やして、うん、やっぱりお客様入ってますというお店もあるのよね、うん、だからやっぱり経営ってどういう見方どういうやり方をするかにもよるのかな、うん、その夜のお店も含めてですね、うん、いろいろ考えさせられますよね。なるほど、うん、他それぐらいですか今日は。そうですね、まあうん、今のところ特に来年に向けてね、やっぱりそのどういうことをやっていくかとか、いろいろそういう、なんだろうな、情報をこれからね、集めて、まあ、補助金ももらいながら、あるいは融資も受けながら、うん、来年に向けてどういう施策を取っていくかっていうのが、これからの経営者の経営手腕で、うん、まあ、私もね、その、いろいろやってはいますけども、やっぱ今後、まだまだ厳しい状況は続くだろうなっていう前提でね、23年迎えて、でも少なくとも22年に比べれば環境は良くなるはずなんで、うん、そこをどういうふうに、まあ、乗っかっていくか、時代に乗っかっていくかっていうところをしっかり考えていこうかなと思ってますけどね、うん、はい、まあ来年我々経営者の考えるところはそういう借り入れ、金利が上がっていくだろうと考えれば、はい、借り入れのところですかね、うん、ちょっと気をつけないといけないのは、うん、そうですね、まあ、借り入れもね、変動金利の足元っていうところの短期金利のところの基準についてはバーンとはそんなに大幅に上がらないけど若干微増かなと思いますけど、うん、一方でね今日の記事でも出てるのがアメリカが利下げするんじゃないかって話もあるんですよ。でアメリカがちょっと景気がかなり冷え込んでくると利下げするんで、そこの期待感もあって、で利下げすると円高にもなるし株価も日本の株価は若干上がるかもねって話もあって、だからそういうところも注目というか、ちょっとウォッチしとかないといけないのかなと。で、景気がね、お互い、アメリカも少し冷え込んでる。でも日本はこれから
景気的には少し伸ばしていかないといけない。でも一方で、うん、今日も出てますけど賃上げの問題とかね、いろいろやっぱりまだまだ課題は多いので、まあ、難しい舵取りをしないといけませんねっていうのが来年の、まあ、総括でしょうね。来年これからの総括というか、うん、まあそんな感じかなと思いますね、うん、なんかリーマンショックだとかそういうバブルとか大暴落したのが、まあ、定期的にあったような気はするんですが、最近ずっと安定してるなって気はするんですけど、うん、高止まりではないんですか？リーマンショック、うん、あのリーマンショックが2008年から9年だったかな、うん、で2019年2020年がちょうどそのコロナだったわけですよ、うん、でだいたい10年周期であれって調べてると来るんですよね、うん、だから2000年、1999年から2000年っていうのはいわゆる いろいろその金融関係がごたごたしたりとかね、バブルの後始末でいろいろ大変でしたと、うん、で結局今後注意すべきは2030年か、今から7年後6年後っていうところがやっぱりまた一つ分水嶺が出てくると思うんですよ。これが何かまだ分かんないんだけど、で僕も実は以前前職の時に講演してた時にね、2008年2009年がやっぱり金融的なショックがあったんで2019年2020年は気をつけとかないといけないですよと言ってたけど、うん、何に気をつけるかまでは分かんなかったんですよね。それがまさかこういうコロナウイルスだとかっていうのは想像もつかないわけで、でもやっぱり10年ごとになんか来るんですよ、歴史を見ると。だけどコロナで株価って下がりました？コロナでは下がって極端に下がってないですよね。下がってないですよね、うん、経済は混乱しましたけど、うん、でもそれは政府の下支えがあったからですもんねそうだからもう株価の大暴落っていうのがこう定期的にあるって私もイメージあったんですけど、最近結構ないもんだから、かといって景気がいいっていう感覚はないまま、だったらバブル崩壊みたいな、株価というよりも、まあ、経済だな、経済の大きな変動っていう視点でいくと10年ごとに来るのかなって気がするんですよね。その時にあの2008年9年は、まあ、株がボーンと暴落しましたけど、まあ、あの経済の動きの周期からいくと、うん、周期的なスパンっていうのはやっぱり10年ごとに来るんでね、うん、でもやっぱりそれに備えろって言ったってなかなかじゃあ何が来るのか分かんないから、うんうん、備えようがないじゃんとも言われるけども、でもやっぱり今の状況を見てるとまたあと何年かすればね、あのいろいろまたなんだろう、リーマンショックの時って結局サブプライムローンとかわけのわからん商品もアメリカが作っててね、それの時限爆弾が爆発したみたいなことでしたけど、まあ今世の中の経済また違ういろんなものができてきてて、また何が起こるか分かんないけど、やっぱり来るのは来るでしょうと、だから備えときましょうね、うん、じゃあ備える何かこう考えを持っとかないかんですね、うん、っていうとこなのかな、ね、なるほどですね。それが分かれば気もしないよって話だけど、うん、まあそうですね。最後に一つ教えてほしいことあります。今、商工会議所会頭の、はい、最後岩崎義太郎さん、うん、どんな方なんですか？はい、はい、岩崎義太郎さん、うん、どうしてかっていうと、今ドルフィンポート跡地にスタジアムと、うん、体育館を作るっていう検討委員会が第1回あったんですよ、うん、はい、で義太郎さんが、はいはい、スタジアムなんて論外だと、うん、こういうようなのを意見を結構強い口調で言われて、うん、それが結構ですね、ネット上とかユナイテッドファンから結構炎上してたりするんですよ、うん、ああなるほどなるほど、うん、であの土地って岩崎さんもやっぱ絡んでるから、はい、浜町バス停だとかなんかちょっと、あ、はいはいはい、うん、やっぱり結構首根っこ持ってるというか、そういう権利者でもあるから、うん、うん、どういう人なんだろうと思って。あ、どういう人かって話ですね。そう、なんか正直ね、僕吉太郎さん、うん、吉太郎さんとはその話ってじっくりやったことしたことがないので、
人となりってじゃあどうですかって言われて、僕は答えを持たないんですよ。うんうんうん、で、周りの方々から聞くと、やっぱりもともとアメリカでね、あの経験値を積まれて、学校もアメリカだったかな、うん。だからアメリカナイズされていて、割とドラスティックな考え方を持ってるし、言いたいことはずげずげ言うし、あんまりこう臆せず物を言う人だっていうことで、まあ、実際それは今のお話もそうですけど、うん、そういう方なんだろうな、というレベル感です、僕からすると。なるほどね。うん、でただ、やっぱり考え方がちょっといろいろこう極端だし、まあ、何を思って話をしてるかというところが本音で話をしてるのか、何か心の中に持ちながらそういう発言をあえてやってるのかっていうところは、まあ、正直分かんないんですよ。うん、例えば浜町 の、 そのバスの駐輪場あ 駐車場かとかもね、候補に上がってるわけですよね。で、うん、ドルフィンポート、今いくつか鹿児島市内は臨海地、海の近くにそういう場所の候補があるわけですよ。だから本気でスタジアムダメと思ってるのか、うん、あんなもん作ったら例えばその維持費がね、やっぱり年間数億円かかったりするんで、そういうのをじゃあ行政が負担して税金、無駄な税金払うのかっていうような趣旨で言っているのか、それともそもそもそんなもん必要ねえと思ってるのか、その辺はまあ実際本当に何を考えてるのかっていうのはもうちょっといろいろご意見を聞きながら分析しないとわからないですよね。うんうん、ただまあ公の席でそれだけ言われるっていうことは、まあ要は反対してるっていうことを言いたいんだろうけど、うん、まあ、やっぱり僕はね、そのユナイテッドの今の成績であったり今後の鹿児島のことを考えると、まあ、当然体育館も必要だしスタジアムも必要だと、多分一般の市民の方々もそういう方が大勢なんですよ、うん、で要は大事なのは、まあ、作るの必要性はあると思ってる方がじゃあ実際に作れとなった時に、じゃあその後どうやってできるだけその公的な負担を減らすのか、うん、で県民市民の方々がの利便性を考えてどういう使い方をするのか、最終的にはまあ、かなり厳しいと思うけどその施設が収益を生むのか生まないの か、うん、だからそういう議論はきっちりやっていかないといけないなと思うんですけど、うん、まあ、そもそも論としてやっぱり反対だっていうのはなぜ反対かっていうのはもうちょっと聞いてみたらいいんじゃないですかね、うん、なぜ反対かっていう理由まで出てるんですかね、なんかその矢崎さんの発言に関しては。いやもうね、結構高圧的だったんですよ。もう、なんか、ここで、県の、体育館をどうするかっていう話してるときに、コンベンションセンターの話してるときに、うん、なんで市が発表して、そういうスタジアムの話をするんだとか、うん、なんで議長もそういう人に当てるんだとか、うん、なんか、うん、もうスタジアムをこの場所で議論することがナンセンスっていうような発言。うん、だから、議論、まあ、岩崎さん自体はディベートが得意だと僕は聞いてるんで、まあ、議論をするのが好きでね、聞いてるんだけど、結局今の材料だけでは議論にはならんわけですよ。なぜダメなのか、なぜ必要性がないのかっていうところ、もうちょっと理論的に材料を出してもらわないと議論ならないですよね。ただ高圧的に俺はダメ、嫌だからダメだではディベートもへったくれもないので、やっぱり必要なのはなぜ私はダメなんです、例えばそこに税金の負担がかかるから景観が悪くなるからとかいろいろ理由が出てくれば議論の余地はあるじゃないですか、うんうん、そこね、議論しないとダメですよね。なるほど。いや、まあ、お互い材料を出して、うん、いや秋葉さんならお知り合いとか知ってるかなと思って、うん、私は、うん、僕は正直、うん、どうぞどうぞ。僕はね、お知り合いかと言われたら知り合いではありますけども、ただ、よく存じ上げないです。うん、あまり普段からお話ができるような方ではなかったんでね。やっぱり、お立場もあって。だけど、議論はすべきだと思います。だから、逆に、上野さんが、ここに引っ張ってきて、なぜダメなのかっていうのを一通り、理由とかも含めて、ここで一回テーマとして出させてくださいっていうやり方もあるんじゃないですか。そうなんです。私ちょっとしたいなと思うんですけど、
結構怖そうなイメージだから、ちょっと今、おいやい声や、掛けをどっからすればいいのそれか。はね、逆にないですよ。僕は会合とかで横に座ってお話ししたりすることあったけど、逆にそういうきちっと理由をつけて、要はですね、きちっと理由があって、きちっとそういう、なんだろう、場所を作ってもらえて、こういうことをやりたいっていうのが岩崎さんに届けば、やってくれると思いますよ。ああ、なるやほっぱど。りきっちり自分がお話をこういうふうに、こういう議論の種になるっていうところは、多分必要だと思ってらっしゃると思うので、だから例えばね、鹿児島市のその街づくりに関して、どういうふうな思いを持ってらっしゃるのか、当然、ホテルの経営とか、それでバスの運営とか、もうそういうのも含めてね、その鹿児島の街づくりで、その中の一つとして、スタジアムがいるの、いらないの、体育館がいるの、いらないのっていう話だと思うんですよ。そういうところを、別に体育館がなぜダメかってところに絞り込むと、ちょっとなかなか議論としてはっていうところがあれば、鹿児島市の街づくりをどうお考えなのかというところをしっかり、で、その中で、スタジアムがどう関わってきて、これが岩崎さんの考え方としては必要じゃないって言われるんだれば、じゃあなぜ必要じゃないのか、じゃあサッカーチームっていうのはそもそもどういう位置づけで、どういうふうな考え方で、まあ、そもそもそのサッカーチームがいらないからスタジアムもいらねえよって言われるのか、まあ、例えばですよ、例えばね。そういうところの議論というか材料を一回問題提起してもらったらどうなのかな。秋葉さそん、れ一に緒つい行きてま議しょ論をうよ。していく。一緒行きましょうよ。僕？ いやいや、一緒に吉行けっ太て言郎さん。われたらいい本です当？けど。はい。私、好きか嫌いかで言うと好きなんですよ。なんでかっていうと、自分の思ったことを言うタイプの人？あ、そうそう。僕も決して嫌いとか言ってるわけじゃなくて、そうなんです。深く存じ上げないというだけの話で、だから好きか嫌いかという判断の以前の問題ですってだけの話なんですよ。そうそう。いや、た秋葉だ、さんじゃなく議て、論を、ネット上で結構、何高圧的な態度みたいな、ああ、態な度るのほこどとね。が炎上してたりするんですよ。だけど、私はりちがとうゃごんと思ってることを言うというのは、基本的なスタンスとしては好きなタイプで。絶対それ大事で、だから議論しましょうなんですよ。結局、その高圧的な部分って切り取られて見てるんじゃないかな。その前後って結構、はしょって切られるじゃないですか。実だはから、切り取ってね、もう確かに高圧的だった。だから高圧的な画面だけが出ちゃうことが良くないわけですよ。だから、その前後をちゃんと補ってあげないといけないんじゃないかな。行きで、まし僕ょが思うに、岩崎さんってやっぱり鹿児島の経済界をリードしていく立場の人だから、やっぱりそれはなぜですかっていう市民、県民に問いかけをして、僕はこう思うんだけど、どうっていうのを、やっぱり何がしらやってあげないといけない立場の方だと思うんですよね。で、その中で気づきがあれば、それは採用するべきだし、やっぱり違うよってなれば、なぜ違うかっていうのをちゃんと論理的に、やっぱりこう話を返してあげないといけないんじゃないですかね。なるほどですで、ね。お互い鹿児島のためこうあるべきだ、鹿児島が好きだからこうあるべきだって議論の中でやってるわけだから、それをただ高圧的に物言ってるから俺は嫌いだ、では、やっぱりそっちの立場の方もダメで、じゃあ、まあ高圧的に物を言ってるっていうこと自体はちょっとどうかなと思うけども、それはその部分だけ切り取られてる可能性もあるから、やっぱりきちっとね、そういう自分のご意見を述べていただく場所、そしてこれをベースに議論を進めていきたいよという問題提起っていうのは、やっぱりまだ必要なんじゃないですかね。よし、岩崎さんにインタビューしましょ まあ、出てきてくれるかどうかは分かう。そうんでないですすけね。どね。連絡先が分かんないです。Facebook にいるわけでもないし、何で連まあ、絡いや、取ればもういいそのか時な。はストレートに、矢先、それこそ上野さんの目の前に本社ビルがあるから、秘書室、社水室か秘書室か経由で、こういうことをやりたいと思ってるんですけどって、つらつらつらっと手紙ぐらい書いて、なるほちょっとど。お見せして、で、よろしければお時間、リモートでもいいから取っていただけませんかって言ってみたらどうですか。そうですね。なかじなかパッゃあ。と一元で会うというのは難しいかもしれないから。
かしこまりました。来年、じゃあ企画してみます。うん、ただ、来年に鹿児島市に限って言えば、非常に大きなテーマですよね。スタジアムとコンベンションセンター。うん、僕はね、体育館っていう表現がね、非常に違和感があって、なるほど。なんか県体育館ってずっと議論してるじゃないですか。うん、あれ、県体育館のままでいいのかなと思ってるんですけどね。うん、体育館にも使えるなんかコンベンションセンターみたいなものって位置づけにしないといけないような気がするんだけどな。なるほど。まあ一方で、コンベンションセンターにアレルギーを感じる人もいる、一定数いますけどね。もう、うん、サイズダウンして、もう子供たちの体育館に限定して、そんな大きなものを作るなっていう意見も一方であるんですよね。ああ、だからそこがまさに議論で、うん、僕はもう中途半端に小さいものを作るのとかやめた方がいいと思います、うん、はい、もうやるならでかくドーンとやって、その代わりその後の採算性であるとかね、その後どうやって使っていくか、誰が管理するのか、うん、前から言ってるように、ちゃんとそこで収益を生む仕組みが作れるのか、鹿児島のために最終的にはコンベンションを誘致したり、大きな世界的な会合を誘致したりとか、うん、そういうところで県とか市が協力できるのか、うん、まあ、そういうところを議論しないとダメですよ。なるほどね。私はどっちかというと、最初から、うん、スタジアムだったら、ケチらず、ドーンとお金払えって思うタイプではあるんですけどね。うんうん、体育館コンベンションに、そこまで大盤振る舞いするぐらいならって思っちゃう。あのね、鹿児島にで大きな会合とか大きな世界的なそういう大きなミーティングを持ってこれないというところは、やっぱり箱がないからっていうのはあるんですよね。なるほどね。だからもうそこ割り切って全部熊本とかね、福岡でやりゃいいじゃんと、鹿児島そこいらねえよって言うんだったら必要ないですよ。僕らは小さい体育館作っちゃって、まあ、バスケットの試合ができて、みんなで、あ、楽しかったねってできるような施設を作ればいいんですよ。なるほどね。だからそこの議論も含めてですね、きっとね。やっぱね、鹿児島にそういう大きな箱を作ってできるか、うん。体験だと思うんですよ。要は、秋葉さんがラーメン王決定戦だとか、うん、東京の有明に行ったりとか、うん、そしたら、うん、そこのコンベンションセンターの使い勝手とか価値とか、肌感覚で分かってるわけじゃないですか。うん、私はサッカーやってたから、スタジアムとか、世界的なスポーツサッカーっていうのの、熱狂っていうのを肌感覚があって。まあ言えば、体育館、室内スポーツって、あんまり肌感覚がないと。でも一方で、昨日、娘のバレエのコンサート行ったんですよ。そしたらめちゃくちゃ感動して、あ、いいステージで踊ってるの見たら気持ちいいだろうなって、ちょっと室内競技の気持ちも分かってくると。はいはい。だからその人ごとに、こう、体験というか、でね、考え方やっぱ変わっちゃいますよね。ああ、なるほどね。うん、例えばね、今、レブナイズが調子がいいじゃないですか、うん、バスケットの、うんうん。で、鹿児島の体育館で、まあ、室内だから他のところがどうなのか分かんないけど、飲食できないんですよね。うん、だからジュース飲んだりお菓子食べながらバスケットボール見れないんですよ。サッカーそれできるんですよね、うん、屋外だから、うん、だからそうなってくると なんでそれができないかっていうと、体育館だからなんですよね。県が管理してるから、飲食ダメですと、うん、だから、まあ、例えばですよ、そういうところも含めてなんですよ。だからそこでみんなで一致団結して、もうそれこそスポーツ見ながら、まあ、軽く飲み物食べ物も食べながら楽しく試合を見て、お祭り、まあ、一種の興行ですからね、ああいうバスケットなんて、サッカーなんてね、それをみんなで楽しむと、それによって経済効果を生むんだと、うん、例えばそんな議論があって、じゃあその時に誰が管理してどう運営して収益がどうなのか、当然収益は100あったらその管理費用も含めてそれを補うだけのものは多分50とか60しかせいぜいないかもしれないけど、そういう議論まで含めてみんながそれは県民が理解して飲み込めるのかと。だから岩崎さんはおそらくそういうとこも含めて考えて反対だって言ってる可能性はあるわけですよ、うん、だからそれを一回意見として引き出して反対派の意見も聞いてみると、それから賛成する人はどういうことが必要でどういうことをやって採算を合わせていくけど、やっぱり税金とか一部ね、そういう管理費の投入っていうのは必要だったら、それもちゃんと全部行政はね表に出して
建設費用、それから毎年の管理費がこうなるから、それでも必要ですかっていうような投げかけをしないと、やっぱり議論は進まないですよね。その結果として、例えば住民投票をしてね、最終的に決定するっていうやり方もあるかもしれないし、もう、首長が自分の判断でやるやらない決める、これも政治ですから、政治の動きとしてやるかやらないかを決めてもらう、これでもいいと思うんです。その前の議論というのが、なんか断片的にしか、なんかその岩崎さんが高圧的だからっていうだけで、なんか反対派を抑え込めなんていうのも、なんか変な話で、だからやっぱり皆さんがちゃんと意見を出し合って、いろんな意見を聞いて、議論もしないとダメですよね。それをちゃんと行政も聞かないといけないですよね。かしこまりました。ありがとうございます。思います。ちょっと長くなりました。いえ、また来年もよろしくお願いいたします。良いお年をお迎えください。良いお年を、また来年。はい。失礼します。